まあ、バーモントカップと、U15、いっぱいいろんな試合の中でどれも本当に印象深くて、選ぶっていうのはすごい難しいんですけど。まあ、バーモントカップと、U15、いっぱいいろんな試合の中でどれも本当に印象深くて、選ぶっていうのはすごい難しいんですけど、その中でもやっぱり27回大会のバーモントカップ、決勝戦、最後の、最後まで、2対1で負けてて。まあ、そこで残り4秒っていうところで、追いついた。それがすごく印象深くて、もう本当にあの時はもうタイマーがすごい見えてて、残りもう10秒、9秒、8秒っていうふうにもうカウントが目に入ってきてて、最後のマイボールになったワンプレーのところで、右サイドを突破して最終中で合わせて、残り4秒で追いついたっていうところが、まあ、すごく、興奮したし、ドキドキしたし、みんなに本当にこう大切なことをみんなから学ばせてもらったなっていう試合ではありますし、まあ、自分がまたそこで大きく成長をできたことの一つでもあるかなっていうところで、まあ、27回のバーモントカップはすごく、そういった意味では、自分の中では上位に来るかなっていう試合です。まあ、水戸校からもいっぱいこう J リーガーになったりとか、代表選手になったりとかっていう選手たちがいっぱいいて、まあ、その中でも、大津、上田、田向、この3選手については、すごく、まあ、僕らと戦うことをすごい楽しみにしてて、やっぱりまだ、中学校っていうところで、まあ、コーチたちも負けないでやってる中で、すごい負けても負けてもまた次の週にトライしてくるっていう姿勢だったりとか、負けた時に本当にこう悔しがる、そういう姿勢がすごい強い3選手だったなっていうふうには感じますね。自立した選手、人間っていうのを、育てていく手助け、ヒントを与えるっていうのが役割だと思ってます。まあ、小学校、中学校の間にサッカーって何っていうところ、1対1って何っていうところの土台を、それまでにしっかり、積み重ねていってあげる。その中にヒントを入れて、より高校だったり大学だったり大人だったりした時に、そういうのが少しでも積み重なって、力になってもらって、いろんな場所でいろんな場面で発揮できればなっていうふうに、すごい思うので、やっぱりすごい大事な年代で、預かるっていうところで、すごい僕らもちゃんと向き合ってやってますし、やっぱり子どもたちに負けないように僕らもアンテナ張ってやらなきゃなっていう思いではいます。